ベガラボ3回目を迎えました。今回の収録は4月28日ということで、リモートの形で今日はちょっとベガラボを進めていきたいと思います。で、今回のゲストはですね、元いや前ベガルタ仙台監督の渡辺進さんです。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。まあ、ちょっとこういう形でやらざるを得ないという状況で渡辺さん、今東京にいらっしゃるんですか？はい、ええ、今月の頭に引っ越しました。なんですよね。ただちょっと仙台を離れた後はですね、1年間在戦、はい、仙台のメディアには出ないというお話をされていたと思うんですが、今回ご出演ということになりましたが、はい、はい、それはどういう思いなんでしょう。はい、昨年の12月の、まあ、退任の会見をさせてもらった時に、まあ、私の中ではあれがけじめというか区切りになったので、まあ、そういう、仙台にしばらくいた時間もあったんですけどもね、そういう仕事はちょっと引き受けられないかなっていう思いと、あとやはり2020年年が変わって新しいチームでベガルタ仙台が動き出している以上、はい、あまりこう僕が表に出て何か言ったりやったりすることは、まあ、迷惑になるかなというふうな思いがあったので、これまではまあ全ていくつかお話もいただいてたんですけれども、在戦のメディアの方の仕事はお断りさせてもらってました。まあ、ただ今、まあ、コロナウイルス拡大の影響でね、やっぱり J リーグも行われてませんし、やっぱりこうサッカーというものに飢えている方が、自粛生活の中でたくさんいらっしゃると思うので、何かまあ僕がこうやって話をすることで届けられるものがあれば、またいずれ再開する J リーグに向けて皆さんがその思いをずっと持ち続けていられる何か要因の一つになることができるのであればという思いがあったので、今回この依頼をお話を受けさせてもらうことに決めました。まあ、そういう思いもあってこういう形が実現ということになりました。ありがとうございます。ただ渡辺さんとは、まあ、個人的には相当長くお付き合いさせていただいて仙台にだって選手の時からずっとでしょ、いたのって。そうです ね、19年ですよ。だから、ね、年取りましたね、お互い。いや本当ですね、いや本当に選手の時からね取材させていただいて、お世話になりました。いや監督になられた時も、ご飯によく一緒に行っていただいて、ありがとうございます。いや本当にね、たまに鍋ちゃんなんて言ってしまいますけれども、今日はちょっと気をつけて渡辺さんでそっちの方がいいんですかね。ええ、渡辺さんの方がいいんじゃないですか。なんかそうですか、仙台のメディアに出ていただくということ。いや私はもう全然どちらでも。あ、本当ですか。お任せいたします。じゃあちょっと年も一つ上ということで鍋ちゃんで、じゃあもうあんまりそんなに言わないですけどね、先輩お手柔らかに。いやよろしくお願いします。でせっかく渡辺さんに、なべちゃんに出てもらってるので、ちょっとすごく私個人的に気になることがあって、2019年の J1 のリーグの立ち位置、これ見ると、はい、まあ、横浜 F マリノスがシーズン当初はですね 4-3-3 に近い形をやってるんですが、なかなかこうヨーロッパの強豪チームでは 4-3-3 ってやってるんですが、 J1 だとあんまり見ないなっていう印象があって、これはなんでなんだろうっていうのをちょっと渡辺さんに、いや鍋ちゃんにしつこいですけど鍋ちゃんに聞いてみたいなと思ってこれどういうふうに解釈されてます、この辺って。まあ、まずパッと思い浮かぶ、まあ、海外のチーム、はい、4-3-3 であったり、まあ、4-1-2-3 というような形でやっているチームで、有名なところでいうと、まあ、デスターシティであるとか、はい、リバプールであるとか、うん、まあ、そういったチームが思い浮かぶ方もたくさんいらっしゃると思うんですね。ただまあこの2チームに限って言うと、そのシステムはまあ同じ4-3-3、数字の並びは一緒ではあるとはいえ、うん、そもそものその構造というか、お互いがやりたいことっていうのはまあ全然違ってるなというふうには思っています。でどちらかというと、まあ、マンチェスターシティのような 4-3-3 でしっかりと誰がいつどこで幅を取るか、そういうものの考え方を推奨
したいというかやっていきたい、世界中のチーム指導者って多分たくさんいると思っていて、はい、でそれをまあ実際どれぐらいやれるのかなっていうのを考えた時に J リーグで照らし合わせると、実際それをこうやりきれる適材適所の選手がまあなかなか揃わないのかなっていうのは、その J リーグの中では昨シーズン、浸透しきれなかった原因の一つかなとは思っています。ただ2020年のまあ開幕一節だけですけれどもね、その一試合をまあ全て見渡してみると、去年そういったシティがやっていたようなトライをしているチームっていうのはものすごく見受けられているので、2020年っていう話で言うとそのトレンドになりうる可能性はあるのかなというふうには思っています。どうしても個人的になんですけれども、4-3-3というね初期の立ち位置になると攻撃的、昨シーズンの横浜 F ・マリノスのシーズン当初みたいにもう攻める、でさっき渡辺さん、ダメだ、鍋ちゃんが言ってたんですけど幅って話ありましたよね、あれちょっともう少し解説してもらっていいですか。はい、はい、なんと、なんと見えるかな来ましたよすいません、ボードまで用意してもらって、これもうちょっとこっちかな、どっちよりだろう、逆、あ、そうそうそう、ああそう、もうちょいいける、はい、この辺ですか。あそこまで大丈夫ですよ、はい、はい、ありがとうございます。入ってますかね。しっかり入ってますよ、はい、青が、はい、まあじゃあ自チームというか、はい、その、まあ幅をどうやって使いたいか、攻撃の時ですね、はいはい、っていうのをちょっとこれで説明できたらと思うんですけれども、うん、まあ、マンチェスターシティなんかでいうとこの幅を取る選手っていうのがいわゆるウイングですよね、はいはい、もう本当に攻撃で、ワイドで引き出して1対1で勝負ができる選手っていうのが、うん、この幅を取る役割の選手になってると、はい、でそれに伴って、中盤の構造がまあワンアンカーのインサイドハーフが2人、はい、で一番前にストライカーがいてっていうような、まあ、初期の配置立ち位置だっていうのは、うんうんうん、オーソドックスなその 4-1-4-1-4-3-3 の考え方だと思っています、はい、で先ほどちょっとリバプールの話もしましたけれども、はいはい、リバプールはこの3トップが割とこう中央に入ってきて、はい、幅を取るのはサイドバック高い位置を取るっていうような構図になるので、はい、同じその 4-3-3 とはいえ、うん、まあ最初の立ち位置はもう変わってくるのかなというようなところだと思うんですね。はあはあ、で昨年まあマリノスがやっていたのもまさにこのウイング両ウイングがワイドにいて、はい、うん、この選手のまず1対1のその背後への突破、うん、ランニングドリブルを生かそうと、でそのために、じゃあストライカーが常に真ん中でこの相手の2センターバックを引きつけてくれるようなところを取るとこの幅でいるウイングが1対1になれる、でそこでまあ得をしてしまおうと、裏を取ってしまおうというようなところも考え方だと思います。で中盤の構造としてここがまあインサイドハーフが2人いればここに今度関われる、いわゆるハーフスペースというところで関われるので攻撃に厚みが出る、もうそういうところをやりたいっていうチームも多分考えとしてあるんですけども、うん、やはりリスクを考えたとき、ここで取られたときの最終ラインの人数とワンアンカーっていうところの、はいはい、まあ、心もとなさというか、うん、その守備に切り替わったところのバランス、あるいは完全に自分たちが守備になったときのバランスっていうものを考えると、うん、ここはダブルボランチにして一人トップ下のように振る舞う選手がいてっていうような形にすると、いろんなこう守備への負担とか、はい、バランスが整うのかなっていうところを、うん、考えての、まあ、ダブルボランチ、うん、4-2-3-1 っていうような形が、はい、昨年の J リーグなんかではよく見られた形なのかなと思ってます、はい、だから F マリノスも当初はその 4-3-3 だったんですが途中から2ボランにしてっていう形になりましたもんね、まあ、それで最後優勝を押し切ったっていう感じになりましたけれども、そうです ね、まあ、実際その中にいる人に聞いてみなきゃわからないと思うんですけれども、
本当にその守備を考えてダブルボランチにしたのか、うん、あるいは攻撃のところで何か手詰まりがあってダブルボランチにしたのかちょっとわからないですけれども、うん、まあおそらくその守備を考えてボランチの枚数を増やすといったところの考え方っていうものは、まあ、当然出てくる発想かなというふうには思います。なるほど。ただあれですよね、あの渡辺さんその幅を取る、この433だとそのウイングが幅を取るという形、まあ、それが基本的っていうね形なんですが、鍋ちゃんが指揮取ってた時の3421の時はウイングバックで幅を取るという形をやってたのかしら、はい、ね。そうですね。ね、基本 J なので、はい、はい、どうぞどうぞ。あの今年の開幕戦の全9試合を見た時も、うん、やはり誰がいつどこで幅を取る攻撃の時に、うん、っていうものを、まず第一に考えているチームっていうのはものすごく増えていて、うん、でそれがウイングバックとして幅を取っていくのか、うん、先ほどのように、まあ、ウイングのような形の選手、もしかしたらサイドハーフかもしれないですし、はいはい、そういうような選手が幅を取っていくのか、どちらかを選択しているような、うん、まあ、システムであったり戦い方っていうものは、2020年開幕の9試合でものすごくいろんなチームがトライしているなっていうふうに見られましたね。あ、まあ実際3バック、3-4-2-1、だったり、うん、あ3-4-3だったり、うん、あるいはワンアンカーの3-1-4-2だったりという形でやっているチームが4チームあって、はいはい、うん、それ以外のチームは4バックで14チームが4バックだったんですけれども、うん、そのうちの14チームのうち、まあ、ほぼほぼ12チームですね、ほとんどのチームがどこで誰が幅を取るかっていうものはもう本当明確にして、うん、攻撃の時はそこで、優位性を保ちたいっていうものはものすごく見られた、開幕節だったと思います。でも鍋ちゃん、監督されてる時もそうですけど、よくヨーロッパのサッカーも見たり、まあ、当然その J リーグの、ね、試合も本当によく見て、まあ、徹夜するぐらい見るってよくね話しましたけど3-4-2-1 の形、3-4-3 の形から、はい、これ4-3-3にしようとかって実際監督やってる時って思わなかったですか？どうなんですか？じゃあずっと思ってました。ああそうなんだ。へえ。はい。やっぱりその幅をまあどういう形で取って、うん、でそこにどうやって人が絡んでいってっていうものを考えた時に、うん、やはり攻撃でたくさん優位性を持てる。まあ、初期配置だなっていうのはずっと思っていたので、常にその 4-3-3 をやりたいと思っていましたし、まあ、あとはその前線のその幅っていう話もしましたけど、このもうワンアンカーですよね。この一人のアンカーの選手の立ち位置でどれぐらい相手の選手が困って、どれぐらい味方の選手にゆとりを与えられるかっていうところが、僕はそのサッカーやってる上でものすごくまあ重要というか好きでなので、そういうような立ち位置を取ってボールを動かして相手を動かすっていうものは、うん、ずっとやりたいなっていうふうには思ってました。ただやっぱりそれをこうしっかりと、うん、まあ、やりきれる選手の特徴だとかそういうものを考えた時には、まあ無理してこうねやりすぎて、結果に結びつかないのもやっぱりリスクありますし。確かにね、はい、うん、基本なべちゃん考えてるその 4-3-3 やる時のワンアンカーに求めるスキルっていうか、はい、でこういくつか条件あるとしたら何が必要になります？まずは、うん、この、まあ、白いチームが 4-4-2 で単純にというか 4-4-2 で守ってるとしましょう。はいはい、相手がね、はい、相手が、はい、でこの2トップ、もう要は相手のフォワードの背中でずっと立てる選手、はい、要はこのパスを受けた時には、うん、この2人を必ず置いていけますよっていうようなポジションを取れるのがもう絶対条件だと思います。これはまあ真ん中なのか、うん、ちょっとこう横でも構わないんですけど、うん、要は降りてここで受けてもこのフォワードは追えるので、
はいはい。そんなにこう嫌じゃない。でもこのワンアンカーの選手が、まあ、受けた時にこの2人をもう置いていけるようなところでボールを引き出せる、もうそもそものもうポジショニング立ち位置っていうのがやれるのが第一条件ですね。でなおかつここで受けた時にターンできる、前向ける。でここでもう前向けちゃったら、まあある種勝負あったじゃないですけども、次に誰が食いつくのかで必ずフリーマンが生まれるので、そこを見てじゃあ次の人に出せるのか。でもしこっちの人に気が入って相手が下がってくれれば自分がフリーなので、ターンをして前向きでいろんな選択肢を持てますっていうところと、逆にここでターンできないで下げちゃったら、せっかくここの2人を置いていった意味がなくなるっていう。そこはもう本当にものすごく重要な、まあ、ポジショニングっていう意味でのスキルと、ターンでするっていう技術的、本当にスキルっていう部分と、その2つはもう絶対条件だと思います。もう本当に素人の考えなんですけど、そういう選手って春先のキャンプですぐ、はい、練習してできるってわけじゃないですか、やっぱり。まあ、もしかしたら、世界的な、まあ、それこそいわゆるトレンドというか、サッカーの傾向として、要はここでこうあまり距離を動くことなくいるっていうことが、まあ、悪じゃないですけれども、もうちょっとお前運動量出せよみたいな感じに捉えられてしまう傾向にあるのかなっていう気はちょっとしてます。だから本当にバルサのもブスケッツなんかは典型的なアンカーの選手だと思うんですけれども、そんなにこう活動量が多いわけではない。でもそのポジショニングの間違いがなくって、要は彼がここにいることで周りの選手のプレッシャーが和らぐ、あるいは彼が次に出した選手が楽な状況で受けれるっていうようなところを考えると、あまり動きすぎてもうダメですし、でもやっぱりこう上下動に激しく動けっていうものをこう求められる傾向が強い現代サッカーの中で、こういう選手が行き場が今なくなってるのかなっていう感じはします。そうなんですね。ただ、鍋ちゃんあれですよね、途中監督してて3バックから4バックにして442にしたじゃないですか。あれ442だとその幅ってどうなんですか？じゃあ結局、まあ、考え方としては一緒なんですね。まあ、最初そのスタートのポジションが442で、見えないかな。見えますよ。明日、すいませんね。上げていただいて。いいですね。すいませんね、もう本当に。いえいえ。まあ、ここから幅を取れる選手っていうのは、まあ、サイドバックかサイドハーフ、ですね。まあ、どちらかですよね。でも、じゃあ、ここのまず中央の数的同数2対2をどうやって外して前進しようかって考えると、まあ、サイドバックが少し内側入って、ここで3対2を作って、サイドハーフが幅を取らせてっていうことをやるか、まあ我々がやっていたのはもうボランチが降りて、ここで3対2を作って彼が前進して幅を取っていくっていう考え方、まあ結局そのどちらかになるかなと。なので442でやっていても、幅っていうものをじゃあ誰が取るんだっていうのは、基本的な考え方としては、その三遊さんとやってた時と何ら変わりはなかったのかなとは思います。やっぱりでも442にすると選手ってこう、その立ち位置変えてもなんとなくこうやりやすいんですか？シーズン途中でこう変えましたけど。それこそ442に変えてすぐの頃は
その3-4-3をやっていた頃のその攻撃での立ち位置の名残っていうものがいい意味でものすごく残っていて、うん、あ、やっぱりこういう風になるよねっていう感覚はものすごくありました。で、実際それは映像を使って選手にも提供しましたし、スタッフの中でも共通認識としては持っていました。で、ただやっぱりトレーニングの中でどうしてもその守備のトレーニングをする時間が長くなったりだとか、もう意識としてマインドとしてもまずは守備からだっていう話を言い続けてしまった残りの6ヶ月ぐらいの中で言うと、まあまあそのいい意味での名残っていうものはまあなくなりますよね、残念ながら。やっぱりそういう意味で言うと本当に練習は嘘つかないし、そこのしっかりと攻守のバランスをとってトレーニングしやり続けられればよかったんですけれども、もうそこはある程度僕の中ではもう腹をくくって捨てた部分だったので、残念ながらその、まあ、名残だけでは最後はその攻撃の形としては成立しなかったかなというふうには思ってます。そうなんですか。ただあの4-4に変えてしばらくしてリーグ戦ちょっとダゾーンの実況するときに、あれ4-4-2じゃないなって時あって、あれ途中まで気づかなかったんですけど、あのある選手の負傷によって、あこれやっぱり3バックでやってたじゃんっていうのはありましたよね。途中ね3バックでやった時あったでしょ。あれね、開始1分も持ちませんでしたよね。そのあのサプライズがあれみたいな、なんか始まったとして、あれこれ5人で引いてるし、あれって思って負傷して選手交代した瞬間に、あやっぱりこれ3バックだったんじゃんっていう、いやちょっと驚きましたあれは。あの川崎戦ですね。はい、そう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 、はい、で、あの川崎相手に、3バック、まあ、3-5-2、で、過去にも戦ってで、すごくこう守備において手応えを感じていたゲームがあったんですね、で実際あの時川崎をスカウティングするにあたって、まあ、当時も本当にこう守備からっていうことを考えていたので、それをこう実際にじゃあピッチの中でどうやろうかっていうふうにやると、4-4-2でこうコンパクトにスペースを消しながら守っていても、結局彼らはそのスペースを見つけるのが上手で、間にそれこそ立たれてしまうと局面で瞬間的に数的我々にとって不利を作られて外されてしまうと、まあ、だとしたら、相手の最終的な攻撃体制に合わせて我々が守備の体系を取ってスペースを守るというよりはもう人に、かかっていく、そういうような、守備をしてもうはめていこうと、ちょっとこうピッチの中でカオスを作って相手を混乱させようというような狙いがあのゲームではありました。そうで、ね、で実際3年前ぐらいのアウェーの轟きなんかではものすごくそれでハマったっていうのがあったので、2年前かな、そうなんですよね。いやーちょっと話変わりますけど、ハマったといえばですね、ちょっとせっかくなんで、昔を振り返りたいなと思って、ちょっとなべちゃんから見えないんですけど、このちょっとボードをちょっと見てもらっていいですか。はい、これはですね、このシフトもう分かる方にはですね、あっということで、2001年の J2 の最終節、京都との一戦、これに勝って J1 昇格、ベガルタ仙台初の J1 昇格を決めたという試合なんですが、その時なべちゃんスタメン出てますよね。はい、センターバックでね、ちょっとせっかくなんでその話聞きたいなと思ってて、これ、はい、そのそれこそ4-3-3じゃないですけど、この時ワンボラにして中盤ダイヤモンドにして、これも攻撃的でしょ。だって相当攻撃的です ね、はい、財前選手をトップ下に置いて、山田選手、岩本照さんで、アンカーに千葉直樹さんっていうね、もうこれもこの山田、財前、岩本、この中盤はこれリーグ戦でも、これ J2 の時ですけど、なかなか出さなかったですよね、この3人一緒には。そんなには
そうですね。ね、あんまりなかったと思いだまかすら、ね。財君と山田君のところをこうテレコで入れ替えて使ってて、基本ツーボランチでやってたっていうのがすごく記憶にあって、そうですね、ボランね、チはやっぱり2枚が多かったと思います。はい、直樹とうん、中村慎とはいか、あと今このゲームで右サイドバックに入ってるビエラーがボランチでもやってましたそうし、そうそうそう。基本的には、ボランチは2枚だったゲームが多かったと思います。でもあの時あれですよね、最終節の2つ前の試合で負けて、で山形と勝ち点差が並びました、2位の。でも京都は決めてます、1位で。で、得失点差1点差で山形が2位で3位が仙台で、仙台も90分で勝つっていうのが条件で、清水監督これすごい博打打ってきたなと思って、しかもで、テルさんがあれなんですよね、怪我で出てなかったんですよ、確か1ヶ月近く。そうでしたっけ？そうなんですよ。村田達也さんがああ、多はいはい。分顔面のあ、骨折かそうなんそうかからそ復帰して、う。そうだ。マスク外して。うん。それで何ゲームか離れてたのね。は覚えてますけど、テル君もそうでしたそうだっね、たんですよ。かね。いや、でも、これ、ね、その後、鍋ちゃんも監督やったでしょ？で、清水さんのこの最後の試合の、もう肩があかんっていう時のこの博打の打ち方、これでもすごくないですか？すごいですね。いやでえも正直、そのどういうゲームだったかってあんまり覚えてはないんですあ、ね。そう。いや事細かにですけど、はいはいはい。で本当つい先日 YouTube かな、このゲームのハイライトが上がってるっていうのをうちの妻がなんか見つけはいはいて、はい。本当久しぶりだなと思ってこう見たんですけど、あ、そういえばマルコスなんか幻のゴール入れてたなとか、はい、はいそれで思い出したぐらいはいはいはい。ですね。だから本当にこうなんか、ザイのゴールで1-0にしたっていう瞬間と、あとはその1点でうちが昇格決まるのかどうかっていうのは分からなかったと思うんでね、すね。川崎と山形が山形の会場でやってましたから、その試そうで合以す下でね。はね、勝ってもいけないっていう状況だったでしょうから、なので残り時間がもう本当ほぼほぼないに等しい状況で、もうベンチにもう1点取りに行かなきゃいけないのか、このままでいいのかっていうのを確認したのは覚えてます。ただまあその時のベンチの慌てっぷりも覚えてます。まあ分かんないですからね、とりあえず0対0でいって、90分の終了間際に点を取って、そのまま1対0で勝ったっていう。で、山形は川崎と0対0で引き分けて、延長戦に入って負けちゃって、仙台が2位で昇格っていうね。だって今じゃ考えられないですけど、錦織圭だったんですけど、勝った瞬間スタンドからサポーターダーッと入ったでしょ、あれ。いやもうだからユニフォーム、気づいたらユニフォームも脱いでというか着てなくて、 え、あ、じゃあサポーターが持ってっちゃった？じゃなくて？で、しばらくしてです、僕が引退した後かな、その実は私ですっていう方が現れて、お返ししますと言って、返していただきました。それ面白い。まさかそのユニフォームは持ってないわけじゃないですよね、ナベちゃもん。ちろん持ってあます、持ってる、まあす、それる。は持ってますよ。引っ越し持ってでま持ってす。た、ちゃんと。ちゃんと持ってます。まあ言葉悪いですけど、追いはぎに近い形で持ってかれて、その場でも帰ってきた。すごいエピソードですね、それは。いやでも本当ね、ちょっと今じゃ考えられない状況でしたよね。ねえ、いや、本当に。いやちょっいとや。怖かったですもん。ですよね。ただ、ね、さっきの話じゃないですけど、ワンアンカーじゃないですけど、一人のボランチで守らなきゃいけなかったから、もう攻撃的な選手ばっかりだったから、これセンターバック結構大変だったんじゃないですか、これ。そうでもない？そういうのも覚えてないですか？このゲームに限らず、もう常にこのシーズンはオープンというか、なんかこうコンわパかクるトわ。に、みんなで守ってたっていう
記憶はほとんどないですね。ね、まあでもそれがこのチームの良さだとは思いましたし、ね、なんかある程度、まあ、ボランチのそこそ直樹とか新とかとコミュニケーション取って、とにかく後ろ我慢しようみたいな、話をしてたのはなんとなく覚えてます。まあ、言い方悪いですけど、もうサイドハーフに山田君とテルさん置いている時点でもうそういうサッカーですからね。もうね、いやでも、うん、まあ、テル君は今でこそね、ものすごくこうサッカーの戦術っていうものに、はいはいはい、目がいって、うんうん、本当話してても面白い方なんですけど、その戦術的な話をしていて、はい、勉強になるし面白いなという方なんですけども、当時はもう全然そんなことは考えないようなプレイヤーでしたね。でも一方その山田さんは、はい、ものすごくこうチームのことをよくピッチの中で考えていて、でとにかくその守備のスイッチ入れるのにも鍋を後ろからちゃんと声出せっていうのことは本当によく言われてました。あ、そうなんですか。はい、はあ、いやもっと聞きたいんですけどまあ本当に鍋ちゃん、またこういう機会ありましたら、ちょっとなかなかね、はいはい、サッカー界もスポーツ界全体もう我慢という、ね、時期になってますから、鍋ちゃん最初に言ったように何かこう我々で一つでもこうね、元気が出るようなことができればというふうに思ってますんで、はい、またぜひ機会あれば、はい、今度何しましょうかね何ですかね。何がいいですかね。なんかいやボードがやっぱ ねこう近くでちゃんとこう動かせると、ね、そのさっきのいわゆる幅を使うだとか、うん、まあ、当然その横のハーフ、いわゆるハーフスペースをどうやって使うかっていうものは、うん、まあ、僕も今いろんなこうサッカー見ながらすごくこう整理できたものがたくさんあるので、はい、実際今までやれてたかどうか別として、うん、その戦術的な話っていうものはできるのかなっていうふうには思ってます。そうですね、本当に東京仙台往来が、ね、楽にできるようになりましたら、ぜひこのボードで、はい、忘れかけていた J1 初昇格の試合をじゃあきっちりとあの時のそのゲームは、素敵に話せるものはないです。じゃあその時帰ってきたユニフォームを着ていただいて、じゃあぜひ失礼していただけると思いますのでいやいや、でも本当に楽しいお話聞かせていただきました。ありがとうございました。またぜひ。ありがとうございました。はい、お願いします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。